ちない高速進化はどうですか。いや落ちたわ。いや今のマジでいいところいったね。ですけども、おそらくサムネとタイトルはね結構シルエット風な感じにしてると思います。ということでね、ちょっと最近獲得したアル投手がもしかしたら僕の中で強いんじゃないか疑惑をかけてるんですけども、言ってももう僕ね中継ぎの投手なんですけども、中継ぎほんまに腐るほどおるんで、ミキサーもどん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 回していきたいということで、今日通用しなければミキサーに回すという意味合いを込めて使ってみた動画やっていきたいと思います。ということで、果たして通用するのかどうか試していきたい投手はこちらの投手になってます。ウェンドルくん投手になってます。ということでよろしくお願いします。ということで、まあもちろんのことながら特訓はいたしておりません、なのでスタミナ面がちょっと心配やね。球種がマッスラスラーブ、高速シンカー、ツーシーム、ドロップカーブとなっております。で、お前さすがにタイピンチくらいはつけろよということやと思うんですけども、特殊能力も確かにめちゃくちゃ強いんですけど、タイピンチの場面でよしウェンデルケン行こうとはなんないと思うんですよね。使うとしたら戦力になる可能性があるとしたら、第2先発として長いイニングを投げてくれる、そういった形のね、投手として、大会とかでね使っていくことができればなというふうに思ってるので、まあ、タイピンチもねあえてつけてない方が、まあ、試しがいがあるんじゃないかなということで、というね言い訳も 99% なんですけども、含みつつ、このウェンデルケン投手果たして通用するのかどうか、ほんまにちょっとねガチで気になってるんですよ。でもし通用したらちょっとミキサーには回さないし、通用しなかったらもう速攻ミキサーに行ってもらうと、まあそんな感じのね、動画になっております。ということで、ランク戦やっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ほら下げなさい頭、はい、お願いします。はい、ということで、うわちょうどいいか、4割1分7厘はマジでちょうどいい試しがいですね。はい、ということで、高校なので、とりあえずね、千賀投手で1回を抑えていこうかな。いや、せっかくやし、なんかいっぱい中継ぎ使っていこうか。ほんで、2回はウェンデルケンで行くわ。初球はフォークから入ります。千賀投手も1人投げたら、他の中継ぎ投手に変えようかな。よし。4割あるからね、相手の方ね。はい、ということでピッチャー変えていこう。浅尾投手のね使ってみた動画も結局やれてないんで、ここでちょっとやっていきます。浅尾投手はこのもうフォークとパーブをどうやって使うかやからね。とりあえず1球こっちに外してみようか。わあいいね、ギリギリ残る感じからのここにフォーク、あーいいよ。でまっすぐとかもね結構今2球見せてどっちが来るかっていうところにまっすぐ OK、 素晴らしいよ。でパームやったらストライクになるところにフォーク、いやーいいよ。もう1球いこう、ベスピー OK、 今の危ないね、これ見逃してくれへんかな。フォークちょっと多投、いやじゃあおとなしくちょっと外から入れようかパームな。こんくらいか、いやー落ちひんっていうのも結構ありやったけどね。浅尾投手ちょっともうちょい引っ張るわ、ワンチャン厳しいけどちょっと引っ張るわ。大会やとね見分けがつきにくいっていうことで強いんですけど、ライナー、うわーライナーゲッツいけたと思ってんけどな。いやランク戦やときついな、大会やともう実際に通用してるんですけどね。ていうか相手の方阪神純正か。いやもう松井裕樹行こう、松井裕樹、松井裕樹投手もねランク戦だと、まあ、めちゃくちゃ強いっていうわけではないよな。ゲッツー取りに行きます。これでうわー結構ねもうここ最近はみんな超大ピンチ状態の松井裕樹投手しか見てないと思うから、今のもなんかフォーク合ってない感じだったね。ああいいよ、クソナイスボールだよ。でここにキャッツボール、ストライクって言ってよ、まっすぐ大丈夫でしょ。うわーそらしゃあないで、そらしゃあないで。浅尾投手ランク戦やっぱきつかったっすね。意外ともしかしたらいけるかなと思ったんですが厳しかったですね。
松井投手はもうカットボールですから、一番強いのはマジで。大会になればなお一層よ。岩貞投手先発ってかさ、あの写真の岩貞投手ってさ、チェンジアップしか持ってない時代の岩貞投手じゃない？もしかして違う、これはガチの岩貞投手や。いいね、ツーシームいい。あ、ちゃんと糸井選手このユニフォーム着せてますよ。あ、待って、フォーク3じゃなかった？よし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 、ここでケンちゃん、うちのケン、安心と信頼のヒットメーカー近藤健介。いやー、それは相手に安心や。危ない危ない危ない。お、ラッキースンギ、え、やってんの。一人芝居はあかんで、ピッチャー一人相撲、後ろ見よ、バック見よ、辛い時こそバック見よ。ほら、こうやって下手くそな趣味してくれるから。ということで、ウェンドラーケントスのやつ買ってやっていきたいと思いますよ。ということで、初球なんですけど、まっすらこの辺に行ってみよう。どう？ほら、意外とね、頭になかったはずなんよね。いや、素晴らしいよ。だからね、あんまちょっと早打ちされると嫌やから、ボール球いっぱい使っていきましょうか。尺的にさ、尺大事やから。原口選手、神様の方かな。お、神様、神様やな、これ。神様の原口選手。初球ツーシーム。あ、いいっすね。いいですね。で、この辺に高速シンカーとか放ったら振ってくれる感じか。ああ。なるほどね。じゃあ、外からツーシーム入れてみよう。あ、いいっすね。で、ここにマッスラ。あ、これタイピンチになったら、でもマッスラが B になるって考えたら結構強いね。で、ここスラーブボール球とか振ってくれんかな。フランか、さすがにね。さすがにね。まあ、ツーシーム行くかマッスラ行くかっていうところで、落ちない高速シンカーどうですか。いや、落ちたわ。いや、今のマジでいいところ行ったね。俺も落ちひんと思ったもん。あれは打たれへん。ちょっとね、どっちかといえばまっすら張ってる感じするよね。マジのビタビタギリギリツーシーム。ああ、いいよ。まっすら張ってる感じやな、どっちかといえばな。ああ、いいよ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 。で、一球ちょっとドロップカーブ見せ玉で放っておくか。ああ、いいよ、いいよ。全然いいよ。で、長径するわ。で、ここにまっすら。ストライクゾーン。めっちゃいいとこ行ったけどな。今度は落ちひん方行こうか。よーし。結構いけましたね。4割1分7厘の方にウェンデル健投手通用した。これはちょっとミキサータイムですね。ということで、ウェンデル健投手ちょっと真面目に育成します。とりあえず育成します。ということで、あざした。